こんにちは。今日はですね、ドラクエ10バージョン5.3で新しく追加された機能のスタンプについてやっていきたいと思います。皆さんスタンプの方はもう使ってますか自分はまだちょっと真相の迷宮の動画を作るのに夢中でまだそんなには使いこなせてませんでした。このスタンプ思ったより楽しいですよね。ドラクエ10ある程度やってる人だったら多分 僕よりも僕の動画を見てくれてる方たちの方が使いこなせてるんじゃないかなと思います。 今日は基本的なこのスタンプの使い方なんですがもしこのまま動画見続けてくれる方がいまして新たな気づきになっていただく点がありましたら嬉しいと思いますまたこの動画で紹介してない僕の知らないことや間違っていることがありましたらコメント欄の方で教えていただけたら嬉しいです今何か設定しなければならないことがあるかと言いますとまずはドラクエ10をバージョン5.3の期間に 始めてもらえれば、もうすでにゲームの中にスタンプが実装されています。ただですね、使いこなすためには自分の使いやすいように設定をする必要があります。どうやって使うかということですが、メインコマンドウィンドウを開いてもらって、作戦ですね。いろいろ設定。コミュニケーションの設定。 よく使うセリフ設定、セリフ内容設定のところに行きます。おなじみの定型文を作るコマンドなんですけども、ここで設定をしていきますで。こちら、よく使うセリフの設定を細かく開いていただくと、新しく一番上に入力画面の下にタイプというメニューが加わっていると思います。このタイプなんですが、ここを 決定してもらってタイプが選べるようになりますので今までのセリフ、定型文ですね。これかスタンプを選べるようになります。で、スタンプを選びますと上のところが設定なしになると思うので、これをスタンプを好きなものを設定することが可能です。こんな感じでこの中から選ぶことが可能です。こちらを設定してみます。で、こちらですね。仕草。 と、表情の方がそれぞれに設定できて、もうこのバリエーションからしたらね、数限りなくできるように設定できるようになってます。で、使うときにはですね、定型文と同じですね。定型文を表示するボタンを押してもらって、設定されているスタンプを選ぶか、スタンプリストの中から選んで、周りにの白チャット、もしくはパーティーの緑チャットの方の 設定されているボタンを押せば、スタンプの方が使えます。で、最初ですね、僕、これを一つずつ設定しておいて、まあ、手間がかかっても、スタンプ設定できるんだったらいいかなと思ってたんですが、このよく使うセリフもね、100個しか登録できないのに、スタンプどんどん増えていった時に、スタンプ 常時使えるやつが限られちゃうのかなと思ってたんですけど、そしたら結構ね、皆さんかなりスタンプ自由気ままにこうやり取りしてるんで、あれ何かやり方違うのかなと思ったんですけど、それでちょっと調べてみたら別な方法がありました。で、こちらのまた別な方法を解説してみたいと思います。はい。ではメニューの方を開いてもらって、作戦ですね。 色々設定、コミュニケーションの設定、よく使うセリフ設定、セリフ内容変更で、この場合にはすでにタイプの方がスタンプを選択されているので、このまま一番上の項目の今スタンプが入っている場所を変えます。タイプの方がセリフの方に なっていた場合にはタイプのところをスタンプに変えて設定なしになってると思うんでそこからスタンプの方を設定していきます若干これが絵が入ってしまっているのでちょっと見分けがつきにくいんですけど設定なしの下にいいねって書いてあって顔がいくつも書いてあるスタンプみたいなところあるじゃないですかこれスタンプじゃなくてスタンプリスト選択なんです なんですよ。なんで、これを選ぶと、使うときに、設定したスタンプを直接使うわけじゃなくて、スタンプリストが出てからスタンプを使うようになるので、その時に合わせて、好きなスタンプをすべてのスタンプリストの中から選ぶことができるということです。まあ、いわゆるスタンプの呼び出し機能ですね。なんで、これを 選択して設定しておきます。そうすると、定型文の中からスタンプリストが開いて、全スタンプの中からスタンプを選べるようになるということですね。これがスタンプを使うための設定のやり方でした。今度ちょっと使う方の説明をしてみたいと思います。白チャットと緑チャットの方は、割と体感的に直接押すボタンが設定されているので、 体感的に使い方はわかると思うんですけど、ちょっと僕ですね、あんまり定型文をルームやチームに入れることがなかったですし、そちらにチャットするときはキーボードの方で操作してたので、ゲームパッドの方で操作の仕方がわからなくて、でもこのスタンプを使い始めてからゲームパッドでやらないとちょっとやりにくいなって って思ったので、ゲームパッドで操作しようと思ったら、このスタンプをチームチャットやルームチャットの、あとはフレンドチャットの方ですね、に入れることができなくて、あと、あれですね、ルームやチームチャットの中で人を指定することができるじゃないですか。あれがちょっと詳しくわからなかったので、これについて少しまだ僕と同じでね、ちょっと慣れてない人もいるんで、 これを機会に説明させていただきます。はい。では、まずですね。使いたいスタンプの方を選んでください。そうしましたら、これはちょっとキーコンフィングの方で変えている方もいるので、なかなか僕の方でこれっていうボタンが言いにくいんですけども、 ニンテンドー系のゲーム機やプレイステーション4で言いますと R1 に設定されているボタンだと思います R1、L1 で画面回転をこうやってできますよねこのボタンですねこの R1 のボタンをスタンプを選択するときに押しますそうすると右下にこちらの吹き出しみたいなのが出ますそうしましたら今度はもう一度 R1 を押しながら十字キーの 左右を押してみてください。そうするとチャットの吹き出しウィンドウの方が色が変わると思います。これで黄色はチームチャット、青はルームチャット、ピンクはフレンドチャットになりますね。それでどこの領域のところにチャットをするか決めたら便利ボタン、いわゆる決定ボタンですね。そこを押してください。そうするとチャットが入ります。 すいません。動画撮影中、皆さんのチャットが表示されないようにするために、ヒログでこっそり YouTube 動画を撮影してました。ちょっとログイン通知の方をしてやり直します。非通知のままだとチャットできないんですよね。これ逆に僕の場合はあるんですが、ログイン状態、ヒログにしないでもチャットを消したりすることってできたらいいのになぁと思うんですけど、難しいんですかね。この、 今どんな設定のところでチャット非表示っていう項目あるんですけど、これ周りにのチャット、白チャットですかね。これが見えなくなる状態になるだけで、他のチャットはバンバン入ってきちゃうので、まあ別に自分の会話はいいんですけど、ルームチャットの会話とかね、まあこの僕みたいに YouTube 撮ってる人とか、配信者なんかはこれ消せたらいいのになーってちょっと思うことがあります。 見えちゃうとね、ちょっと失礼なのでね、消しと、消しとけるといいかなと思うときあるんですけど、皆さんうまくね、あの、ここに何か目隠ししてね、工夫されてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、すいません。では、フレンドチャットの方に入力してみます。R1 を押しながら十字キーを選んで、ピンクチャット、フレンドチャットの方にしまして、便利ボタン、決定ボタンですね、を押してください。 そうしますと、フレンドさんにチャットが送られます。では、フレンドさんの方からの画面を見てみましょう。こんな感じになりますね。次はですね、全体チャットやチームチャット、ルームチャットで相手を指定して発言する場合のやり方です。やはり、まず、 スタンプを選び、R1 を押してもらって、R1 を押しながら、今度十字キーの上下ですね。上下を選択してみてください。そうすると、チャットしたい相手のチャットを送りたい対象の相手が選べるようになりますので、そこで便利ボタン、決定ボタンですね。を押してみてください。このような感じに表示されると思います。 定型文でもスタンプでも発したいものを選んで R1 で決定し R1 を押しながら十字キーでそれぞれのチャットしたい場所、相手を選ぶことができます。まあちょっと気をつけた方がいいのは全体チャットで毎回同じ人を指定して チャットし続けるとフレンドチャットでやれよみたいなことになってしまうのでちょっと気をつけた方がいい場合もありますね。で、もしここまで見てくれてる今ドラクエ10をやってない方始めようとしてる方や休止されてる方必見なんですけどこのチャット機能やスタンプ機能ですね便利通の方で 使うことができます。まあ、いわゆるほぼほぼ LINE みたいな状態で使えることができます。これですね、ゲームの中よりもより簡単に使えるんで、これはいいですよね。で、前はね、あの、ログイン中はこのチャット、便利ツールのどこでもチャットが使えなかったんですが、今は使えるので、あれですよね、スイッチでキーボードを持ってない人とか、 いらっしゃるじゃないですか。スイッチで、ポータブルモードで、外でやってる人とか。その人とか、まあ、前僕はあの、キーボード、ポータブルのところに繋いでやってたりしたんですけども、ゲームはスイッチでやって、チャットはスマホでできちゃうじゃないですか。で、よりですね、本当に、あの、ほとんど LINE と同じような感覚で、このドラクエのチャットのスタンプの方使えますので、 ぜひ使ってほしいですし、またね、休止されてる方も久しぶりに、ちょっと今のところ休止してるけど、フレンドの〇〇さんとちょっとお話ししたいなとか、復帰のご挨拶しとこうかなみたいな時ってあるじゃないですか。そういう時にスマホの便利ツールからゲーム中の相手だったり、お互いゲームしてない時でもチャットすることができるので、これはとってもいいですよね。これね、 ドラクエ10のゲームはずっと続いてほしいですけど、このどこでもチャットだけでももっとどんどん強化して、完全国産オリジナルの通信アプリみたいになってもらって、国内シェアナンバーは目指したいですよね。そのくらいちょっと個人的には便利だなと思ってます。なかなかね、国産通信アプリで大きなシェア持ってるのないですからね。ぜひ、青山さんに頑張ってもらって、みんなが どこじゃやってるみたいな感じになれたらいいなと思います。で、僕のチャンネルはね、ドラクエ10中心にこんな感じでいろんな便利な話や攻略の話、ストーリーとかの考察とかもやってます。また、情報発信したい人のために、ブログや YouTube、サーバーの設定など、情報発信に必要な情報も動画を上げてます。よかったらチャンネル登録の方をお願いします。 この動画が良かったらグッドボタンとコメント何かご挨拶だけでもコメントしてくれると非常に個人的には皆さんと繋がれた感じがして嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画も見てもらえたら嬉しいです。